るのだ。死ね、死ぬんじゃ。竹蔵、一旦死ぬんじゃ。いいか、死んで生まれ変わるんじゃ。人間らしくなったらまた会おう。曰く、地球に通ずるものあり、かかるものあり、誘うるものあり、愛なるものあり、剣なるものあり、陶器ものあり、我もって行くべく、晴れもって来たるべきを通という、通形はまず紅葉におり、領土を利し、持って戦えばすなわちであり、持って行くべく、持って帰りがたきを。持って帰りがたきを買いという、会計は敵備えなければ、いでてこれに勝つべく、敵もし備えあれば、いでて勝たず、持って帰りがたくして不利なり。わしも お懐かしゅう存じます。あれから三年、少しは人間らしゅうなったかの。はっ、お礼の申しようもござりません。いやいや、お礼はご城主池田公に申せ。本日そちをこの宅庵にお下げ渡しくださるについても、御用の金数その他過分のお志を賜っておるぞ。なんと謙信一路の念が。そもそも剣に徹し、剣に生き、剣に死す。竹蔵の宿命、ただこの道一筋。その道は遠く。はい。その道は険しく。はい。その道は寂しかろう。心得おります。竹蔵、はっ、剣を抜け。剣を刺して立て。その形は、その形を何と見る。竹蔵、それが剣の道の極まるところじゃ。これが、これが
この形がどう解け勝つ。自分自身で選んだ道だが、遠く険しく寂しい道を一人で行くか、道連れはいらぬか。もし道連れが欲しければの、その人は城下外れの花田橋で待っておるぞ。わしょ、この形、この形、竹蔵様、竹蔵様。お、おつさん、おつさん。あれから3年。それであれからどうしてお別れしんで、あそこのあの坂の上、お狂言師のうちに身を寄せました。あの覚えてらっしゃいますか。これを。笛か。例の。ええ。この笛一貫、見すぎよすぎ。長かった。ご一緒に宮本村を立ち退きましてか。竹蔵様、あの時の約束と、これから先はどこまででもご一緒。おつうさん、おつうさん、今の足にはただ剣の道一筋だけが。そんな。わしは。そんな。しかし。男が、あれほど約束して、しかしわしは男が、
頼む。思い直してくれ。一緒にと、あの時、あれほど。しかし、今のわしには、剣の修行より他には何もない。では、では、決して修行の妨げにはならないようにいたします。ね、それなら、きっとお邪魔にはなりませぬゆえ。ね、それならいいでしょう。支度してすぐに参ります。必ず待っていた。ね、ね。待っていた。ね、待っていた。連帽を立たんの。剣中を指すは政務同村の代理権、
善悪を裁断し、名門を破砕する。これ剣の神髄なりともいいか。そう、そう。あら、また八さん。変わりないかね。またぐれちゃったのね。違うよ。親方のようで今日から大阪に買い物に回る途中なんだ。その後変わりはないかと思ってちょっと。今度さ、よう、あけぼう。いらっしゃい。よう、あけぼう。ようこそ、どうぞ。あけぼう、あけぼう、あけぼう。はい、ただいま。あのな、今度は大丈夫だ。鉄砲鍛冶って仕事が俺の性にあったんだな。もうほんの一辛抱で、俺も一人前の鉄砲鍛冶だ。そう。うん。でも、え、合わないはずだったじゃないの、一人前になるまでは。おい、あげぼう。はいはい、はい。まあ、お入りなさいな。
いま生駒月の輪御坊の着想三名様お遊びに入れます。月の輪御坊の悪僧天国、たまたま御当所に参り合わせたご縁により別れを流すとて、真剣あえて辞しませぬが、この上はただ小石金剛馬足殿にこそお相手諸務をつかまつ。新作を来ないだな。こちらにお越しではございませんか。もし、なったのかな。
で、ただいままでのところ、すでに作詞3名、森から遊びに立ち寄られました、月の御坊の総兵殿をはじめ、彼一人、手に相まするのもなく、福州の宮本村のさ、新面何がしと。こそ所望いたした。人を断ります。
よし、敵は兄が取ってやる。白州宮本村の三金面竹蔵か。金面竹蔵か。明美、明美、おい。あ、マータさん。何の騒動だ。竹蔵さんが。竹雄が。竹蔵さんが大した腕前になって山伏道場を破ったのに。やっぱり偉いわ竹蔵さんは。とうとうね。うん、そして。そして無事に、またさん、どうやら無事に逃げおわせてくれたらしい。生きてさえいてくれれば、いつかはまた、ねえ。あけみ、お前、やっぱり竹庵のことが、そうか。それほど竹庵が。わーい、なんでなんで帰ってたの。え、よかったな。心配したよ。傷口を洗うのだ。ひどいの？少々。でも左手でよかったね。右手だったら大変だったね。右手だったら刀は持てないから切り抜いて生きて帰ってくることはできなかったね。よかったね、よかったね。左手で。右手が使えなくなっていた。手ばっかりで稽古したらおかんやないかい。左の手も右と同じに打てるように稽古をするのや。な？さあ、ええか？ほれ、右で打っても手でつってん、左で打っても手でつってん。お猿の綱は右手でも使えば左の手でも使うのや。太鼓とても右でも点、左でも点、ほれ、点、点、点、同じに打てるようになれんとあかんの。あれほど申し聞かしたな。だって、わしは修行中で、弟子など連れて歩ける身分ではないとあるほど。だって、ほら、どうでも。聞き分けのない。だって、ほら、おじさんが好きなんだもん。お帰り。おじさん、
けやん。どうもありがとう。様はまだお越しでは。いいよ。この月半ばには柳生様へお立ち寄りとのお話でございましたが、一向に。では恐れ入りますが、大殿様へこれを。たくあん様からのお引き合わせ状にござります。お父様、
お師匠様。ん？右手。ほほ。また一本やられた。歌を歌いながら両手両足右も左も同じように働く。わしはまだ旗織娘にも及ばない。ジョータ、え、また墨を曲げて吸っている。何事にも一生懸命になるのだ。はい。墨をするときは墨をすることだ。姿勢を正しくし、心持ちもまた正しく。墨を曲げてするようなことで、どうして正しい剣が学べる。学べるって、お師匠様、まだ一回も剣道を教えてくれないんだもん。毎日毎日、左手で絵ばっかし描いてんだもん。ジョータ。え？剣を教えるが、え？一生懸命にやれるか。一生懸命やります。何事も師匠の命には背きません。何事も師匠の命には背きません。以上お誓い申し上げます。以上お誓い申し上げます。飛べ飛べ。よいしょっと。誰がまたげと言った？ん？私は飛べと言ったのだぞ。よいしょ。一生懸命やろうか。神様へ何とお誓い申した？
ジョータ。え？飛べ。え？それ。高さはないんだ。一度飛べたものが飛べぬはずはない。飛べ。おいの、カモンのやつ、ひどく手間取るではないか。うん。しかし、果たして新面竹蔵かの。だろうとは思うんだが、それにしては毎日絵ばかり描いているというのが、人は似つかわしくないように思う。うん。お、カモンか。見届けたか。竹蔵、それでどう。どうもこうも、積んでいるようじゃないとこだった。うん。待て！えあえあええええあ待て！こちら待て！待て！待てか！うん！いやあ！あ、あ、だけど！手前方。基本王院道場の者だ。我らは生駒月の輪御坊の悪僧。周囲はこと新しく申すまでもなかろうが。受けたまわった。がここは神域。血で汚すは恐れ多いと思う。参るぞ。
お師匠様。うん。奈良行って、それから奈良の道院というお寺のお師匠様に柳生城への紹介状をお願いするのだ。柳生城って柳生新陰流の？うん、新陰流の流僧、関秀才先生のいらっしゃるところだ。わしの紹介状で間に合うなら百本が千本でも書いて死んでるが、さてどうかの。難しいとは受けたまり及んでおりましたが、さほどまでに。なぜもう80字書いてな。その上近来は茶の花の禅のとすっかり浮世のほかに隠れてな。毎日大手くれたにしてからがこと憲法には金輪際触れまいて。三宮関白宇治の長者、黒江三脈院様よりのご書状だ。これは困ったな。三脈院様のご依頼状では一般の武者修行並みに追っ払うわけにはいかず、さりとて大殿様にお取り次ぎを願ったところで、試合はもとより論外としてご面接さえと言って無限に断るわけにも。いや、お父様の武蔵図はもう、それ以外俺たちの分別には。怖いぞ。一括だ。その年になってそのくらいのことは分からんか。何せんための憲法修行だ。弱ったな、これは。しかし、いくらお叱りを込むと、所詮我々には裁けんのだから。ある。妙案。妙案？ん？どう？笛の主。笛？笛の主。笛の主。なるほどの。お鶴殿に中立をお頼みするか。お気に入りのお鶴殿に取り次ぎを願おうと。大殿様のご祭壇を仰げるほかには。いかさま、妙案妙案。お師匠様、誰か笛を吹いてるようですね。いいなあ。いいなあ。あ、呼んじゃった。あの人が。そんなはずは。あ、行さんだな。風風吹けよ、なあ吹けよ、たこたこ上がれ、なあ上がれ、たこたこ上がれ、あっ、うっ、痛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 絡んじゃった。
ってもいいですか。タコタコタコ、行ってもいいですね。何分よし何と石州斎様からの言づけで、なお異彩はそのお手紙に、はるばるの御運び痛み入り候、老生あいにく先頃より風邪気味、湖南あるところなし一子の春ながら、花に花持たせてお詫びに使わし候儀は、生地年寄りの水花よりはかえって諸君子の旅情を慰め申すにたるべくやと、老いごもりの身は世のほかに不幸沈み候て、顔を浮かみ出すも物うや、ご便所ご便所。何にもほどがある。旅中のお慰み媒介し、チェ。何の写真だ。チェッチェッ。ふざけ君ら。いくら我々が敵に立っても、相手が女では喧嘩にもなるまいと見越しての水替えだ。チェッ。気を捨てたのは何のかんだと、結局追いぼれて、毎日試合に不覚でも取れば、あたら天が第一剣ののれんに傷がつくだよ。いや結局体裁の良い逃げ工場だよ。出立出立尺だの、とうとう会わずに帰るか。のっぴき言わせぬ関白様のご依頼状さえ受け付けないんだから呼んどころないさ。行こう行こう。おーい、はーい、立つぞ。
しく。いかがなされた。何事でござるな。はただいまの凄まじい気合、ただごとならずと存ずるが。は、恐縮。実は生け花の枝を切りまするために思わず大声。いやこれは何だ。いや切り合いでも始まったのかと存じてな。秀才どうでも会おう。よし会わずにおかん。では前もって一言。は。大殿へのご面接は固くお断り申し上げよう。この儀何分あしから。は。ところで今の話、どうして例の目の切り口を見ただけで死分な切り手ということ。おそらくは大殿様と。ただそう感じただけのことですが。その感じとは。さあ。何と申しましょうか。つまり、何と説明いたそうにも。どうも目に見えぬ感じのこと言え、この物語には感じず、それがしのみが感じる。つまりは、剣に対する感じ方の相違というより他に。したがって、強いてその感じの相違を、目に見たいご存念ならば、剣を取って、それがしをお試しくださるより他はありません。ん？何？何と申す？いやこれはどうも難しいことに相なった。いやさあ、行こう。参ろう。さあ、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 どう？6、7、8、9、どう？予想一条だな。よし。えい！そうか。それ聞こう。いや論議では果てしがつかぬし、と言ってご当家では他流試合はご法度だし、まずこの辺で打ち切る打ち切り。丈太郎となろうがっか、お手前の召使いか。は。
隠密の疑いを持って召し取ったぞ。隠密？さよう。城内、城外の各所の検索を図り、また実地にそれを飛び、試みなどをいたしている現場を発見された以上、申し開きは相立つまい。飛び、試み。イカ様、ご不審はごもっともながら。おけ。弁解ならば、しかるべき場所で立て。しかるぜ。さよう。隠密の不審に対する尋問の所長、存じおろう。立て。一目召使いの者にお合わせ願いまいか。開きに参る。ご案内を。案内？東条の主、石州祭に会おう。何？隠密か否か、石州祭に対面の上、国略を剣にかけよう。何と？水産の。それがし、いささか剣に志す者、一語の思いで、柳生新影の流祖より、一手の指南に預かろう所存。ほざいたり。通らば通れ。村田、手口、また我らと。生きておる関門がここにおる。通る。何？暮らすな。うまい。調査、よいしょ。はい。それ。
バカ野郎、敵友さんのバカ野郎、オラのお師匠様、オラのお師匠様殺した城太さん、お嬢様、大丈夫ですよ。お殿様のお計らいで竹蔵さんにはお構いなしということになって。あ、お殿様がお目覚め。はいはい、ただいま。宮本村、産砂狼、宮本八幡大菩薩。天面竹蔵、本日聖の関東に立って、強国産砂のご尊号を犯し立て祭り、聖を宮本と改め、大武蔵、もって天下の第一剣たる柳生新影の流祖に挑まんといたしまする。ブスナの命をいただき立てまつる新しき生命の上に、宮本武蔵の武運の上に、妙があらせたまえ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 。いや、実はただいま親方へ着く早々ご家来衆から。そうですか、竹蔵のやつめ。しかし強いな、あれは。昨夜も当家の侍どもの方がちと危なかったよ。ほう、さほどに。強い。しかし万一双方ともに血を見てからは、このまま見逃しにしてやるわけにもいかなくなるで。とっさの思いつきに、まず当家の侍どもの方にいきなり眼道の光を浴びせかけ、不意の目つぶしにたじろがしておいて、その間にあれの逃げ出せる機会を作ってやったわけじゃが、怪我人が乗って何よりじゃった。それはそれは、いろいろとどうも。これがその問題の切れ端じゃよ。一目見てわしの切り口と見抜いた。さすがじゃと思う。若い。おう、この池に刺そうとして長すぎるのって言ったというが、違う。その切り口には必殺の気合が困っておる。何気なしに切ったものではない。石州祭なりものぞ、真っ向の通りと全力を込めて打ち下ろした刀の跡じゃ。さぞかし近所合壁の者どもが激しい気合に肝を潰して飛び上がったことじゃろう。どうでしょう、あれの剣は。激しすぎるな、あれの剣。あれの気迫の激しさというものは、わしならば彼実尺の勘に近づけば
障子一枚を隔てていても感じるな。だが好きだな、わしは。あの強さ、あの激しさをこれからどうため直していくか。しかし、お通はさすがにいい男を相手に選んだものじゃ。そうそう。長らくご厄介を願いまして、どうしておりますかな、あれは。竹蔵の後を追っていくつもりらしいな。ほう。昨夜、竹蔵が城中へ来たということを知って以来、あの子は夜を徹して折りかけの旗を折り急いでおる。折り上がり次第、お通は行くよ。やりかけた仕事を果たした上で、いとまもらい、竹蔵の後を追うつもり。わしは、夜を込めて響く旗の音を聞いて、女心の強さと美しさをしみじみと感じたよ。おお、お通さん。はい。お久しぶり、存じまする。ああ、今、親方と噂をしていたのだが、お通さん。はい。竹蔵の後を追って行きなさる気か。やはりそれを生涯の道と思うてかの。はい。それ以外、私には。万一、それが竹蔵の妨げになるとしても、ん？なりません。どうして？そう信じております。が、万一、竹蔵の妨げになるとしたら。でも、諦めません。あの方の道も一筋なら、お通の道も一筋きり、他に生きようがござりませんね。と私、この世の中に男と生まれ、ただ一筋の道を生き抜くためには女、命も考えぬと、そうした殿方に、女としての生涯を傾けることのできる私、過法な女子と存じまする。が、なおかつ竹蔵が拒んだら。ん？その時にはまた帰ってこいよな、おつ。ここへな。はい。死ぬなよ。な、死ぬではないぞ。まさかの時は、この柳生の僧をお前の生涯立てこもる城と心得ていてもいいぞ。はい。面影のこじてのこじて、東に下りし人の名は、さらさらとさらさらに、おひとぞとおひとぞ、おひとぞとおひとぞ。早く